皆さんこんにちは。元東京都知事としての小池百合子さん。小池百合子氏が3回目の当選、一番の敗者は東京都民と言われる理由について紹介します。まずは小池百合子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小池百合子さんが1952年7月15日に兵庫県で生まれました。原油卸会社を営む父は仕事柄国際情勢に敏感で、島国である日本が生きていくためには世界とのつながりが不可欠が口癖。幼い頃からエネルギーの安全保障を説かれていたものです。母自身も家族の反対を押し切って60歳の時、カイロで日本食レストランなにわをオープン。芯の強い大将の女性で、母から大きな影響を受けて育ちました。自分が甘えないように退路を断つため、一旦入学した関西学院大学を中退し、カイロ大学に留学。1992年、40歳の時に結成間もない日本新党から参院選に出馬し、初当選。翌93年、衆議院に初挑戦。当時の兵庫2区は定数後、2位で当選させていただきました。その後の細川内閣では総務政務次官に就任。2003年9月の内閣改造で、環境大臣を拝命。青天の霹靂のことで、とても驚きましたが、いただいたチャンスは生かさなければもったいない。地球温暖化対策というスケールの大きな問題をどう国民の行動に落とし込んでいくのか。2016年7月、東京都知事選挙に立候補。当選するかどうか全くわからない状況でしたが、都政の透明化、情報公開を徹底的に進め、都政の信頼を回復しなければならないと思い、出馬を決断。できない理由を考えるよりも、あえて崖から飛び降りる覚悟で挑戦しました。都民の税金がどう使われているのか、都民目線できちんと納得感のある意思決定であるべきです。都民が決める、都民と進める、お合言葉に東京大改革を約束しました。結果は291万人以上の方々からお支えいただいての当選。小池百合子東京都知事は2016年に東京大改革を掲げて初当選しましたが、どのような成果を上げたのでしょうか。元都民ファーストの会、現地域政党自由を守る会代表で都議会議員の上田玲子さんは、初当選以降はむしろ都議会主流派の自民党、公明党にすり寄っています。小池氏は上田玲子を含めてお世話になった人を踏みにじっています、と述べています。再エネ利権や環境破壊問題などで露呈した小池知事の本性が今完全に暴かれようとしています。2024年4月に発売された文藝春秋5月号によって小池知事の学歴詐称問題が再燃しました。小池百合子氏の環境大臣時代には環境官僚として、都知事になってからは東京都特別顧問、都民ファーストの会事務総長として小池知事を支えてこられた弁護士でもある小島敏郎氏が勇気ある告発をされたのでした。4年前の都知事選直前の2020年6月8日、在日エジプト大使館のフェイスブックページで、なぜか突如として日本の都知事の学歴を証明する声明文が、これまたなぜか日本語と英語だけで公表されました。結果は次の通りです。その効果は絶大だった。新聞テレビはこの声明を一斉に報じ、学歴詐称疑惑を追及する声は一気に沈静化。都議会では、自民党、共産党、上田玲子都議が、小池都知事のカイロ大学卒業証書卒業証明書の提出に関する決議案を提出したものの、間もなく自民党と共産党が提出者から離脱、決議案は否決された。それでもこの4年間くじけず、バカにされようと嫌がらせされようと上田玲子が質問を継続してきたのは、上田玲子の中に虚偽を看過できないという強い信念と秘めたる根拠があったからです。2022年5月にペンネームで届いた手紙の中身は衝撃的なものでした。その内容は今回の文藝春秋の記事とほぼ一致し、声明文に関する謎と疑惑を解明するものでした。手紙には文藝春秋記事でも触れられていた小池知事から声明文作成に携わった人物に送付されたと思われるメールのお写しが含まれていました。2020年6月8日付のメールには次のように書かれていました。明日の4時から郷原と黒木亮が外国記者クラブで記者会見とのこと、その前に全部済ませます。この文面は文藝春秋記事の104ページ下段と同一でした。公職選挙法や行政事情に精通している郷原弁護士とエジプトカイロの大学事情を詳しく知る黒木氏の記者会見は小池知事にとって大きな脅威であったことが読み取れます。その他にも匿名ながらも勇気ある情報提供がいくつか寄せられていました。しかし過去の堀江氏メール問題なども考慮し、安易な公表は避け胸の内に留めていました。もともとのんきな性格ではありますが、こうした情報があったからこそ、ひょうひょうと堂々と小池知事学歴問題追及を続けてこられたのかもしれません。虚職で塗り固められたカイロ大卒業伝説を崩す鍵は、小池知事が声明文の存在を知っていたかを公の場で問いただすことにあると確信しました。2022年12月8日、
都議会第4回定例会一般質問で次のように質問しました。卒業のエビデンスとなった声明文ですが、2020年6月9日に突然公表されました。指示はエジプト政府、カイロ大関係者らに作成依頼はされていませんよね。また公表前に目にしたこともないですよね。確認します。しかし小池知事はこの質問に対して答弁を拒否しました。2020年6月3日の一般質問で、4年前の知事選直前にカイロ大学生なら必ず読み書きできるはずのフスハーで答えるよう迫りました。しかし小池知事はフスハーは文語、口語はアンミーや、ここでフスハーで話しても誰もわからないとしてアラビア語を話しませんでした。この対応が声明文作成に至るきっかけになったのではないかと考えています。2022年3月25日の一般質問では、前回フスハーで答えなかったことからアンミーや口語で答えてくださいと詰め寄りましたが、これも答弁拒否し局長が代わりに答えました。2022年12月8日の一般質問では、自称主席卒なのになぜカイロ大講演が日本語なのですかと問い、声明文についても再度問いただしましたが、再び答弁を拒否しました。2024年2月29日の一般質問では、小池氏の学籍番号が数字で書き込まれていなければならないはずだが、それがないと指摘し、学籍番号はいくつかと確認しましたが、これも答弁を拒否しました。再質問で、ゆり子さんは卒業していないと実名告白をしたカイロ大時代の同居人北原百代さんに会い、直接聞いてきたことが虚偽なのか小池知事が嘘をついているのか質しましたが、これについても答弁から逃げ出しました。学歴問題に限らず、新エネルギー政策などに関しても、上田玲子への答弁拒否率は、他の都議会議員よりも高くなっています。これは、不都合な事実について質問しているという証拠と言えるでしょう。小池知事の1期目は、上田玲子を含めた、都内首都圏の無所属の県議区議市議、約50名が支えました。打倒自民党論政治を願い、その陣頭指揮は上田玲子が、代表を務める地域政党自由を守る会が取りました。小池劇場を作ったのは、国政政党に属さない改革派地方議員と改革を望む都民でした。しかし、大勝を果たした途端、小池知事は側近であったのだ数氏を通じて、再三再四にわたり上田玲子を恫喝し、結果として自由を守る会会党を強要しました。お世話になった人でもその高いハイヒールで、平気で踏みにじる冷血な人間性をもはや隠そうともせず、小池知事はやがて都民の期待を裏切り、論政治の温床であった自民党、国政与党公明党に急接近し、東京大改革は変質していったのです。2024年2月29日の一般質問で、学歴問題を正す冒頭、上田玲子は、月は泥棒の始まりと、私は父に厳しく言われ育ったと切り出しました。当時20歳そこそこの野心家の女の子がついた、カイロ大主席卒という一世一代の嘘が、ここまで権力の階段を上らせ、日本のみならずエジプトまで巻き込む学歴詐称疑惑国際問題に発展しました。そう遠くない将来、政治生命の終焉を迎えるパズルのワンピースになるとしたら、それは何とも皮肉なことではないでしょうか。小池百合子氏には、自らの腰方を振り返り、潔く政治の世界から去っていただきたい。それが何よりも、太陽光パネル義務化により、生じる災害や経済損失、国防を脅かす風力発電投資、学歴をエジプトに証明してもらう外交問題などの、リスクから都民を守ることになるのです。都民ファーストで、サステナブルで、SDGs な、東京大改革を実現するためには、彼女の潔い退場が必要です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。